はいこんばんはポップですエフェクチャンネル6月17日水曜日本日も先進国通貨4ペア4通貨の解説から始めていきます順番はいつも通り米ドル円から始めまして豪ドル円ポンド円そしてユーロドルの順番で解説をしていきます まずはね、冒頭にお詫びということで、私ね、最近パソコンの方を買い替えまして、少しね、音量の設定が甘かったというご指摘をね、いただきました。今回ね、マイクの調整いたしましたので、またコメント欄の方でね、ボリュームの方、ご指摘いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。それではね、まずは全体の相場感、振り返っていきましょう。こちらのサイトをご覧ください。世界の株価のサイトでございます。まずは、昨日のニューヨークマーケット、ダウ平均は前日比。 プラス526ドル。 終わり値で2万6289ドルということで、2.04%大幅な上昇というところでございました。えー、株式相場の方はね、えー、下げても下げてもね、えー、また上がってくるというような、ねえー、ゾンビ相場がまだ続いているというところで、やはり FRB の金融緩和の、ねえー、威力が、ねえー、増しているというところで、債、ま、券、あねえー、買い取りプログラムが FRB の方を発表してからですね、えー、株式の方は引き続き強いという状況が続いている形でございます。 そして、東京マーケット、日経平均は反落しました。日経平均は前日比、マイナス126円、終わり値で22,455円ということで、こちらはね、反対に0.56%反落という状況でございます。しかしながらね、時間外取引になりまして、また再度ね、プラス圏に上がってきたということで、まあ、日銀にしましても、FRB にしてもね、金融緩和の根強いね、 ジャブジャブ感から株式相場の方が買われているという状況でございます、まあ、原油の方はねそこまで上がっておりませんで、まあ、今1バレル30円台後半ですねそのあたりをウロウロしている状況の中でゴールドの方はね少し昨日の高値からは下げてきたという状況でございます少しね株式も原油もねゴールドも方向感のない状況でございますが実はね為替の方もここもとは大きく動かなくなってきているという状況でございますそれではねドル円の方から順番に見ていきましょうチャートに戻って いいきますはいえー、こちらまずは、えー、ドル円の15分足約1日の時間軸のチャートでございます、えー、結論はねレンジ相場が継続ということで、えー、上値の方は107円50銭 そして下値は107円25銭のサポートということでね、こちら約25ピプスの間をうろうろしている状況でございます。昨日の動画解説のタイミングもね、107円25銭付近をねうろうろしているという状況でございましたが、そのレンジはね変わらず、107円25銭に近づいてきますと、サポートが入りやすい。そして上値もね、107円50銭付近、若干ね、107円40銭あたりで最近はレジスタンス入っておりますが、107円50銭を明確に上 抜けることができないという相場でね今は力を貯めるターンが続いているというところでございます、えー、そしてもう少し長い時間軸見てみましょう、えー、60分足約1週間の時間軸でございます こちらもね、レンジ相場が続いているというところが見て取れるかなというところでございます。すでに移動平均線の方は横ばいということでね、まあ、レンジ相場を示している状況でございまして、ボリンジャーバンド2シグマの、ね、上限と下限をね行ったり来たりするレンジ相場というところでございます。ちょうどボリンジャーバンドもね上限が107円50銭、そして下限が107円25銭ということで、まさにね、25ピプスの間をうろうろしている相場が続いている形ですが、こちらがね、やはり明確に上 抜けるか、そして、えー、ボリンジャーバンドの加減を下抜けるか、これによって方向感が出てくるというところでございますが、えー、昨日の段階ではね、えー、パウエル議長の発言もむ、えーまあ、虚しくですね、えー、為替の方には方向性が出ていないというところでございます。えー、107円50銭をね明確に上抜けたらロングが組めるというお話と、107円を明確に割り込んだ場合は、えー、ショートが組めるというお話をしましたがね。えー、昨日は えー、あくまでもこちらは、えー、上髭止まりというところでね、明確に上抜けることがなく、まあ、サインが出てこないという状況でございますので、引き続き、えー、こちらのレンジを、ね、破った方向にトレンドが出るという形でね、えーまあ、トレードをしていただければというところでございます。えー、具体的には、えー、今と同じですね、107円50銭を60分足ベースで明確に上抜け、いわ,いわゆる、えー、上髭ではなくてですね、実戦ベースで平均足のチャートが上抜けるというところか、えー、もしくはね、加、え、減、ー、の107円ですね。 こちらを明確に、えー、こちら、陰線でね、下回ってくるかというところでね、トレンドが発生するという形なので、まあ、そのサインが出るまでは待っていただくというところでございます。えー、今日もね、25時からパウエル議事長の発言ということで、まあ、深夜1時となりますが、その方向でね、かなり動く可能性はあるというところがありますので、そこまでにはね、ある程度方向感が出ていなければですね、見送りというところも一つの手段かなという状況でございます。4時間足も見ておきましょう。 はい、4時間足ね、ほぼほぼ値動きがないという状況でございます。久しくね、レンジ相場、108円から107円のね、5月の後半部分はレンジ相場が続いておりまして、ただね、108円を上抜けたところから、こちら、踏み上げ相場が始まったというのはね、過去何回かお話している通りでございます。そしてね、その反動で一気に下げた後はですね、再度、107円から108円のね、レンジにはまってきたということで、こちらの方もね、4時間足を見ても、 やはりりレレンジブレイク待ちという形になりますボリンジャーバンドも、ね、かなり広がったところから今引き締まってきてますので、まあ、力を貯めるターン、まあ、三角ペナントのような形で、ね、107円25銭を中心としまして上値と、ね、下値が集まってきましたらやはり力を貯めて、ね、どちらかのトレンドに出てくるというところでございますので、まあ、ここで、ね、レンジでちょこちょこ稼ぐところよりもです、ね、しっかりと先ほどお話した通り107円50銭の上抜けもしくは107円の下抜けですね こちらを狙っていってトレンドをつかむというところがよろしいかと思いますのであくまでも、ねえーまあ、レンジ相場でロングとショートを、ね、安値付近、高値付近で組むという形になりますとトレンドが、ね、出てきてしまった時には大きく、ね、損切りをせざるを得ないという状況になってしまいますのでこのあたりは気をつけていただいてトレンドの順張りというところで、ね、攻めていただければと思いますのでよろしくお願いいたします、はい、以上で米ドル円を終わりまして続いて5ドル円を見ていきましょう 5ドル円の方もね、最近非常にボラティリティは高かったんですが、昨日ぐらいからはあまり動いてない印象でございます。まずは昨日の動画解説のタイミングですと、74円から74円50銭のレンジ相場で動いていたというところでございます。ただね、こちら23時過ぎからですね、一気にストンと100ピップス落ちましたので、ここまではボラティリティが高かったというところでございます。ただ、13円50銭を割り込んだところ 明確に、ね、反発する中でただ74円のレジスタンスにもです、ね、今までのサポートがレジスタンスになるということでちょっとね74円を挟みながらの攻防が、ね、続いていたというところでございます日経平均下げましたが、まあ、その影響は限定的で再度73円50銭のサポートを受けますとまたねヨーロッパ時間に入りまして74円を超えるんですが今はちょうどこの真ん中のね74円付近に収束しているということで、まあ、こちらもね値動きが徐々に狭まってい たかなとといいうところでございますそれを見ますとね、この60分足見ていただきますと、まあ、今までのねトレンドが出ておりまして、激しく動いていた相場というところからですね、ちょうど移動平均線ぐらいの74円に収束してきたというところがわかるかと思います。こちらね、もう少ししますと、三角ペナントという形になりますので、まあ、直近でいきますとね、こちらの上根の方と下根の方が、まあ、こういった形でね、ラインが引けていきますので、と。 はいえー、こういった形で、ね、引けますので、まあ、こちらを、ね、明確に上抜けるか、えー、こちらの下のラインを、ね、下抜けるか、これによって、えー、トレンドが出てくるという形でございます。えー、よってですね、えー、こちらの三角ペナントが上抜けしたら、これも順張りで、ねえー、ロングを組むというところでよろしいかと思いますし、えー、逆にこちらが、ね、明確に下抜け、えー、あくまでもヒゲではなくて実践ベースで、えーまあ、割り込んだ場合、上回った場合でございますが、えー、下回った場合は、えー、しっかりとショートを組むというような方向性で 待ち構える形でよろしいいかと思います、えー、ただね、先ほどお話しした通り、えー、25時からのパウエル議長の発言で大きく荒れる可能性もありますので、その界隈ではですね、だ、え、ま、ー、しがあるというところはね、注意をしていただくというところでよろしいかと思います。4時間足見てみましょう。 4時間足もね、こちらの三角ペナントが有効に使えるからというところでございます。上値の切り下げ、そして下値の切り上げということでね、値動きの方が74円を中心に収束してきているというところでございます。こちらもね、大きく上抜けするか、底抜け、下割れするかというところでございます。ただね、75円の上値、レジスタンスと73円のサポート、こちらは意外にも強力になりますので、あくまでもトレンドを出た場合ですね、短期的に には75円までロングを組んだ場合は75円まで利益確定そしてショートを組んだ場合もですね73円ぐらいで一旦は利益確定しておいた方が手堅くね稼げるかなというところでございますあくまでもねショートを組んでしまった場合ですね73円ぐらいでサポートが入りやすいというね過去のこのダブルボトムがありますし上値の方はね75円のところで直近の高値そして直近のサポートとレジスタンスですねこういったところが起こっておりますのであくまでもロング を組んだ場合は75円ショートを組んだ場合は73円をね。利益確定の目処としましてポジションのね。決済をしていただければという形になりますので、参考にしてください。はい以上でえ豪ドル円を終わりまして、続いてポンド円を見ていきましょう。 はいえー、ポンド円の方は少しばかり、えー、下値がね、上値が重くなってきておりまして、下方向に、えー、今掘られているというところでございます。えー、昨日の動画解説のタイミングは、えー、どちらかといえばね、136円に近づいている状況でございました。えー、ただね、えー、先ほど大きく下げたタイミング、5ドルが大きく下げた23時台ですね、えー、こちらのところで約100ピプスぐらいね、ズドンと下げて、えー、135円を割り込んでしまったという形ですと、まあ、ダウ平均はね、上げながらも、 為替の方は円高方向に行くというねちょっと株式と為替の相関がずれているというところでございますが135円をニューヨークマーケット中に割り込んでしまったというところでございます東京マーケットもね一旦は135円を超えるんですがその後もねちょっとくすぶるという形でね下方向に下方向にね圧力がかかっておりましてなかなか135円を明確に超えることができなくなってきて上値が重くなってしまったかなという印象でございます ただね、こちらも60分足1週間の時間軸で見てみますと、今までの、ね、激しいボラティリティの中では、少しずつこの135円に収束をしつつあるからというところでございます。こちらもね、5ドル円と同じように、上値のね、えー、ちょっと間違えましたね。 はいえー、こちら、上値の、えー、こちらね、えー、抑えるラインですね。あと、下値の切り上げのラインですね。まあ、こういった形で三角ペナントを形成しつつあるというとこ,ところでございますので、こちらも時間の経過とともに、値動きがね135円に収束し始めて、まあ、上抜けするか、えー、下抜けするかというところがポイントになろうかと思います。えー、そしてね、えー、まあ利益確定のところも5ドル円とほぼほぼ一緒になりまして、まあ、えこちら、上値の方は136円付近で直近の高値がね、1回、2回。 あと3回ですね、ありますし、下値の方もね134円ぐらいで1回、2回とありますので、あくまでもロングを取った場合は136円ぐらいで利益確定、そしてショートを取った場合は134円ぐらいで利益確定という形でね、まあ、大体50ピプスぐらい取るような形でね、攻めていただくという方向性でよろしいかと思います。4時間足見てみましょう。 はいこちらの方も三角ペナントができつつあるというのはね全く5ドルと同じような状況かなというところですね。今まではねトレンドが出ておりまして上昇相場のところでは移動平均線が右肩上がりその上側を平均足のチャートが通るというところでございますし逆に移動平均線が右下下がりになればこちら平均足のチャートがその下側になるというところでございます。ただ今はねもうトレンドが出ておりませんでして移動平均線がね徐々に横ばいになってくるということでトレンド相場 にっていいいるというとうころでございますただ、直近の高値と、ね、安値の方が切り下がって切り上がってきている状況からですね、三角ペナントが形成されますので、それを上抜けするのか下割れするのか、そういったところはね、60分足で説明した通りでございますので、まあ、下値はね134円でサポートが入りやすい、上値は136円でレジスタンスが入りやすいということを、ね、意識してトレードに臨んでいただければという形になりますので、参考にしてください。 はいえー、以上でポンド円を終わりまして最後にユーロドルの解説をしていきましょう。 はい、ユーロドルの方は、ちょっとねこちらの方も上値が重いかなということで、株式相場がね時間外取引で上がる中で、全体的にね為替の方は今、株高に、ね、影響を受けないという状況になってきております。基本的にはねリスクオンになれば、ユーロドルもね上方向、ユーロ高、ドル安方向になるんですが、どちらかといえばね今はユーロ安、ドル高の方に進んでいるという状況でございます。 昨日の動画解説のタイミングですと1.13を大きくね上回る状況でございましたが一気にねこちら時間の経過とともに下方向に行きましてね一時は1.1250を割り込むという状況まで陥ったというところでございますただその後ですね1.1250でまあオーバーシュートしたんですが少しね回復しましてサポートが入りつつ今日のヨーロッパマーケットの初動まではですね上方向1.13に近づいたんですが本格的にね17 1> 1時ぐららいいいいか下下落ととととううここででで再度、えー、昨日の安値付近まままがっってしまったというところでございますちょっとね、これを見ていただきますと、上値が重いという、ね、感覚がわかると思いますが、それもね、そっくりそのまま60分足に移行していただきますと、やはり上値の方がね、こちら1.13よりか下の部分でね出来高がある程度ありますので、ちょっと最近のところでね、1.1250、サポートは入っているものの、上値の方はね、徐々に重くなってきているからというところでございます。

60分足の移動平均線も、ね、波を打ちながらも今は下落のターンということで、こちら明確に移動平均線が右下下がりで、その、ね、移動平均線付近で陽線から陰線に平均足がチェンジしているというところでございます。過去、ね、1.1250でサポートが入っていたんですが、さすがに、ね、4回目まで割り込んでしまいますと反発しないという可能性が出てきますので、ちょっと、ね、ここの反発を期待してのロングというのは早まったと判断かなと思いますので、ここはあくまでもロングは。 取らないというスタンスでよろしいかと思います。 もしね、ロングを取るんであれば、1.13ですね、ここまでに達する前、ボリンジャーバンドの上限に達する前までに、要線から陰線に切り替わるというところがあれば、ショート。そして、直近の安値を、ね、抜ける1.12に近づいたところでは、こちらのね、4本の今、サポートが割り込むという形になりますので、下方向に進む可能性が高いということで、割り込んだ場合も追撃のショートという形でよろしいかと思います。4時間視見てみましょう。 はい、えー、こちらもね、4時間足の移動平均線は、もう右下下がりに転換しているというところでございます。えー、今まではね、えー、5月の終わりから6月の上旬にかけては、右肩上がりの、えー、上昇トレンド、えー、その上側をね、平均足のチャートがサポートを受けながら、しっかりとね、えー、上がっているというところで、1.14まで上がってきたというところでございます。そしてね、えー、ここもと移動平均線を挟みながら、うろうろしていたんですが、まあそうしておきますとね、えー、横ばいから右下下がりに変わってきたというところでね、えー、上 が重くなってきてきいるそして最終的にはこの移動平均線のレジスタンスを食らえながらですね、この4本出ておりました下ひげのところですね、ここを割り込む1.12ですね、まあ過去にもサポートがありますが、ここを割り込みますと一気に加速して1.11ぐらいまで落ちる可能性は十分にあり得るというところでございます。まあこの辺りがね、真空地帯なので、明確にね、ここ抜けてくれば1.12を抜ければ一気にね、動く可能性が出てくるという形でございます。まあそう考えますとね、やはりショート という形になりますので、先ほど60分足で説明しました、えー、ラインのところでね、ショートを待ち構える。えー、もう一度ね、えー、復習をしますと、まあ、1.13よりか下側でね、要線から陰線になる。まあ、こういったタイミングですね。で、えー、しっかりとショートを組むというところとですね、あとは、えー、こちらのサポートを抜けるね、1.12に近づいたところ、ここでね、追撃のショートを組むということでね、1.12を割り込んだときには大きく走るというところのね、恩恵を受けれるという状況になりますので、まあ、それもね、えー、相場間に 合致すればそはい、以上でね、先進国通貨4ペア4通貨の解説を以上といたします。今回の動画がね、少しでも参考になったという方がいらっしゃれば、いいねボタンやチャンネル登録よろしくお願いいたします。あと、ツイッターの方でもね、推奨トレードのポイントをね、配信していきます。発信していきますので、よろしければ、ツイッターのフォローもね、お願いいたします。 えー、今回は以上でございます。えー、今日も一日、ね、お仕事とトレードお疲れ様でした。また明日からも頑張っていきましょう。バイバイ。